パブロ・ララインは、チリ・サンティアゴ・デ・チレ出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。父親は、独立民主連合選出の上院議員である、エルナン・ラライン。母親は、セバスティアン・ピニエラ政権で、住宅、都市大臣を務めたマグダレーナ・マッテである。ララインは1976年8月19日に、サンティアゴ・デ・チレに生まれ、 サンティアゴの地理芸術科学情報通信大学で視聴覚コミュニケーションを学んだ。ララインは彼の作品の映画事業や広告事業を展開しているファブラ社の共同創設者である。2005年には初の長編映画フーガを監督し、2006年3月に公式に公開された。この作品はカルタヘナ映画祭やマラガ映画祭などで受賞し、ララインは 国際的な名声を得た。二作目のトニー・マネロでも国際的な成功を継続させた。この作品は2008年の最優秀チリ映画賞を受賞し、日本では2008年の第5回スペイン・ラテン・アメリカ映画祭と2013年の第10回ラテンビート映画祭で上映された。2012年にはガエル・マルシア・ベルナルを主演に据えて、1988年に チリで行われた国民投票のキャンペーンを描いた脳を監督した。この国民投票はアウスト・ピノチェト独裁政権の是非を問う国民投票であり、ガルシア・ベルナルはピノチェト反対派の CM を制作する広告マンを演じている。この作品はカンヌ国際映画祭の監督週間で上映されアートシネマ賞を受賞した。第85回アカデミー賞では 外国語映画賞地義代表作品となり、本選ノミネートも果たした。日本では2012年の第25回、東京国際映画祭のコンペ部門に出品され、2013年の第10回ラテンビート映画祭で上映、2014年8月30日には一般劇場公開された。2011年から2013年には、HBO ラテンアメリカが制作した、テレビドラマ、 プロフォゴスの共同監督を務めた。2013年には第70回ベネツィア国際映画祭の審査員を務めた。2014年3月24日、ザラップはララインがアメリカ映画スカーフェイスのリメイクを交渉中であると報じた。リメイク版は現代のロサンゼルスを舞台とし、地下犯罪組織での仕上がるメキシコ移民を中心に展開するという。 2015年に制作したザ・クラブはベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した。日本では第12回ラテンビート映画祭で上映された。2016年1月の第73回ゴールデングローブ賞では外国語映画賞にノミネートされた。右派の政治家である両親のもとに生まれたが、彼が監督した作品の中で右派に通じるものはない。 ララインは1970年代から1990年代に独裁体制を築いたピノチェト政権の熱心な反対者である。ララインは2008年にピノチェト政権内の右派は過去数十年間に地理の文化面に起こったことに対する直接の責任がある。文化を破壊したり拡散を制限しただけではない。著作家や芸術家の迫害を通じてもだと述べている。 ララインは、チリではほぼ20年間にわたって、芸術性そのものを表現できなかった。世界中の右派は対して芸術に興味を持っていない。芸術の知識を持ち合わせないと、最大限に活用したり楽しんだりするのは、難しいとも述べた。2006年12月9日に、チリ人女優のアントニア・セヘルスと結婚した。2008年に長女が、2011年に長男が、 生まれた、ありがとうございます。